つくん。エボリューションの調子ずいぶんいいみたいだね。うん、正直僕も驚いている。レースを重ねるたびに速くなってる気がするよ。そうか、最後まであと一息というところで厄介な相手に出会っちゃったな。僕はレツ君と戦うことは覚悟してたよ。レツ君のバスターソニックが途中で負けてるとは考えにくかったからね。ここを越えれば多分最後のステージだ。この勝負に勝った方が必ず優勝する。約束しよう、ジョイ君。うん、でもこのレース、レツ君には悪いけど勝つのはエボリューションだ。僕もここまで来てジェイ君に勝ちを譲るつもりはない。同じチームメートでも今は敵同士、本気でやらせてもらうよ。もちろんバスターソニックの速さは分かってる。でも僕のエボリューションはみんなとの走りの中で確実に進化してきたマシンだ。そしてこの戦いの中でも進化したエボリューションの力見せてあげるよ。こんな風に同じ仲間同士本気で牙を向き合ってレースするなんて久しぶりだ。うん、でもお互いの実力を確かめるためにもいいチャンスだと思う。そうだね。ならそろそろ始めようか。うん、勝負だ、レツ君。あ、さすがだね、ジェイ君。僕の乾杯だ。ごめん、レツ君。別に謝ることじゃないさ。本当、同じチームにいるとこういう機会ってなかなかないからね。今回はいい勉強になったよ。うん、僕もレツ君と戦えてよかった。エボリューション、ジェイ君の言った通り基本ポテンシャル自体が上がってる気がするね。レツ君もそう思う？うん、総合的にかなりいいみたい。この調子なら最後のステージもきっと勝てるよ。約束は守るよ。うん、ちょっと悔しいけど応援する。頑張ってね。うん、レツ君の分まで頑張る。任せておいて。
いよいよ最終ステージ。確かに奇妙な大会だったけど、別に罠らしいものもなかった。でも油断は禁物だな。決勝進出おめでとう、ジェイ君。さて、それでは最後のステージへご案内しよう。他のレーサー諸君もぜひ観戦しに来てくれたまえ。最後のセレモニーにな。ここが最終ステージ。ようこそファイナルステージへ。挨拶はいい。姿を見せてくれ。ようこそ、ジェイ君。大会の主催者ですか。さよう。我が名はボルゾイ。今回は君たちの参加、とても感謝しているぞ。どう考えてもこの大会は普通じゃない。目的を教えてほしい。まあ、そんな怖い顔しないでほしいものだな。君たちレーサーには本当に心の底から感謝しているのだよ。見えついた嘘。君たちのおかげで参加マシン全てのデータを取ることができたのだからね。僕らの勝負をずっと記録していたのか。いかに。今大会で得た君たちの走行データは我が研究に大いなる発展をもたらした。究極のマシンを創造する我が研究にな。特にここまで残ったジェイ君、君のおかげで今回の研究も最終段階に入ることができた。あとは最後の仕上げを残すのみだ。礼を言うぞ。最後の仕上げ？そんなことより決勝の相手はどうした？決勝の相手？そうだったな。では君には決勝で我が究極のマシンの相手をしてもらって研究の仕上げを終えるとしよう。今大会で最強を誇った君のエボリューションを破壊してな。何だと？最強のマシンはこの世に一台でいい。決勝の相手はこの私。最後の仕上げは君のマシンをこの世から消すことで完成だ。ふざけるな！そんなことのために僕らをここに呼んだっていうのか。そんな馬鹿げたこと絶対にさせないぞ。その元気がどこまで持つか。では最終ステージを始めよう。決して君が勝利することのない最後のステージよな。エボリューションの力を甘く見るな。
エボリューションハイパーアブリティ。エボリューションハイパーアブリティ。これは意外だったな。そんな中途半端なマシンで勝とうなんて馬鹿げてる。エボリューションの力を甘く見すぎだ。まあよい、こんなものは数ある我が研究の一部にしかすぎ。だがこれなら次はもう少し本気でやらねばいかんな。優勝おめでとう、ジェイク。優勝なんてもうどうだっていい。早く僕らを解放してくれ。そう、仕方がない。今回はこの辺で閉会としよう。だが仕上げを残したままというのも気分が悪いな。ここももう用済みだ。少々予定が狂ってしまったが、ではこの会場もろとも君たちのマシンには消えてもらうとし。何？参加レーサー諸君、最後のフィナーレだ。機会があればまた会おう。待て。結局勝負に勝っても最後はこうするつもりだったのか。ジェイ君、レッツ君、みんな、なんかやべえ雰囲気だ。さっさと脱出するぞ。ジェイ、最後にレーサー全員をここに集めたのもこういうことか。まったくとんでもないやつでギス。そんなこと言ってる場合じゃないぞ。他のみんなも脱出し始めたみたいだ。僕らも急ごう。おい、何やってんだ。早くこっちに来い。みんな行こう。
エボリューション。